部の山崎と申します。おめでとうございます。ありがとうございます。佐藤さんは前作で書店員を務めながら東日本大震災を、もちろん受けて、今の地点から振り返った時に、見える風景というのを書いたんですけども、結果的にその、忘れられるっていうことに、少しささやかな抵抗になれば結果的にですけどね、いいかなと思いますけども、とてもまだ不思議な感じで、でもすごいしみじみ嬉しいです。カフェで編集者の方と待っていました。で、受賞の連絡があって、でみんなでわーってなって、で夫にまず連絡して、あーよかった、おめでとうございますって言われました。僕の中ではやっぱりそのこの地図と拳という小説を書き上げて、で、直して、で出版までなんとかたどり着いたっていうところで一区切りというか、作家としての仕事は終わってると思うんで、作家としては変わることなく目の前の原稿を一つずつ書いていきたいなと思ってます。普通に一般の中で生きている市井の人間の苦しみとか悲しみとか生きがいとか感情とかを書きたいなと思っているので、そこは時代劇でも変わらないなと思ってこういう書き方をしたんですけど、このような評価をいただけてとても自信に思ってます。なのでこれからもそういうものは変わらず書いていきたいなと思っています。